皆さんこんにちは。折り紙へ続く道へようこそ。今回はこちらの作品、変形鶴みやびの折り方を解説します。15cm×15cm の折り紙をご用意ください。解説では手元がよく見えるように 24cm×24cm の折り紙を使っています。初心者の方でも完成できるようにゆっくり丁寧に解説しています。ぜひお手元に折り紙を用意して一緒に楽しんでみてください。広げて潰します。裏返します。広げて潰します。すべて広げます。角を中心に合わせます。山折りで半分に折ります。広げて潰します。縁を中心に合わせます。反対側も同じです。開きます。この部分を上にめくり上げて縁を中心に合わせます。角を折り下げます。すべて広げます。山折りで半分に折ります。縁を折り線に合わせます。裏返します。縁と縁を合わせます。縁と縁を合わせます。
縁を合わせます。一層めくります。縁と折り線を合わせます。戻します。縁と折り線を合わせます。戻します。ついている線で中割り折りをします。ついている線で内側に折り線をつけます。中割り折りを元に戻します。縁を下げます。縁と縁を合わせます。戻します。ついている線で中割りを利用します。ついている線で内側に折り線をつけます。中割り折りを元に戻します。すべて広げます。縁の一つ内側の折り線を山折りに、もう一つ内側の折り線を谷折りにします。同じ要領で段折りを繰り返します。半開きにするとこんな感じです。
ついている線で鶴と同じ要領で畳みます。角を折り上げます。裏返して角を折り下げます。一枚めくって角を折り上げます。裏返します。一枚めくって角を折り上げます。縁と縁を合わせます。裏返します。縁と縁を合わせます。中割り折りで首の角度を調節します。先端を中割り折りして頭部を作ります。四層めくります。縁と折り線を合わせます。めくった層を元に戻します。裏返します。四層めくります。縁と折り線を合わせます。めくった層を元に戻します。背面を真ん中から開きます。尾の根元に指を当てます。上下を強くつまみます。押し込みます。強くつまんで尾の角度が変わっていることを確認します。一層めくります。内側の層をつまんで引っ張り出します。
折り線と縁の交点を起点に、尾の根元まで谷折りを加えながら、平らに潰します。一層めくって、内側の層をつまみます。引っ張り出します。折り線と縁の交点を起点に、尾の根元まで谷折りを加えながら、平らに潰します。羽の加工をします。ついている折り線でまとめます。同じ要領でまとめます。反対側も同様です。羽を一枚折り下げます。もう一枚折り下げます。付け根を起点に斜め上に折り上げます。縁が角に触れるように折り上げます。縁が角に触れるように折り上げます。裏返します。羽を一枚折り下げます。もう一枚折り下げます。羽を斜め上に折り上げます。羽を広げます。これで完成でも良いのですが、尾の曲線を自由自在にする方法をご紹介します。尾を開きます。中央の層はどちらか片側へ寄せましょう。増加用の針金を用意します。購入先は概要欄のリンクからご覧になってください。針金の先端を尾の付け根に当てながら、尾の輪郭に合わせて押し込みます。針金はこのような形状になります。ボンドを用意します。縁にボンドを塗ります。針金の近くまでボンドをつけると、針金が浮き出て見栄えが悪くなってしまいますので注意してください。
縁がずれないように丁寧に閉じます。これで尾の曲線は自由自在になります。この作品をもう一度折ってみたいと思った方はグッドボタンを、このチャンネルの他の作品が気になった方はチャンネル登録をしておくと便利です。それでは次の動画でまた会いましょう。